睡眠、睡眠、睡眠は眠ること、すなわち周期的に繰り返す意識を喪失する生理的な状態のことである。眠りとも言う。体の動きが止まり、外的刺激に対する反応が低下して意識も失われているが、簡単に目覚める状態のことをこう呼んでいる。人は通常は昼間に活動し、夜間に睡眠をとる。動物では夜間に活動し、 昼間に睡眠をとる者も,も多い。人の睡眠中は、急速眼球運動、レム、REM が生じ、ノンレム睡眠であるステージ I から、ステージ4の4段階と、レム睡眠を、周期90から110分で反復する。睡眠は、心身の休息、身体の細胞レベルでの修復、また記憶の再構成など高事能機能にも深く、関わっているとされる。 下水体全容は睡眠中に2時間から3時間の間隔で成長ホルモンを分泌する。放出間隔は睡眠によって変化しないが放出量は多くなる。したがって子供の成長や早治癒、肌の新陳代謝は睡眠時に特に促進される。また睡眠不足は体にとってストレスである。睡眠中は刺激に対する反応がほとんどなくなり、 移動や外界の中止などの様々な活動も低下する。一般的には、平眼し、意味のある、精神活動は停止した状態となるが、適切な刺激によって、容易に覚醒する。このため、睡眠と意識障害とは全く異なるもので、ある。また人をはじめとする大脳の発達した、いくつかの動物では、睡眠中に、夢と呼ばれるある種の幻覚を体験することがある。 短期的には睡眠は栄養の摂取よりも重要である。ネズミの実験では完全に睡眠を遮断した場合、約1、2週間で死亡するが、これは食物を与えなかった場合よりも短い。極端な衰弱と体温調節の不良と脳では死傷の損傷が生じている。人の場合でも断眠りを続けると思考能力が落ち、妄想や幻覚が出て、相当期間。 強制的に眠らない状態でいさせるとおそらく死んでしまうと言われている。20世紀になり、人の睡眠は脳波と眼球運動のパターンで分類できることが知られるようになった。急速眼球運動を伴う睡眠をレム睡眠、ステージ I4 のように、急速眼球運動を伴わない睡眠をまとめてノンレム睡眠と呼ぶ。成人は、 ステージ IREM の間を睡眠中反復し、周期は90から110分程度である。入眠やステージ I4 とレム睡眠間の移行を司る特別なニューロン群が存在する。入眠時には全脳基部から外側支策前のに存在する入眠ニューロンが活性化する。レム睡眠移行時には脳幹に位置するコリン作動性のレム入眠ニューロンが活動する。 覚醒状態では脳内の核ニューロンは独立して活動しているが、ステージ I4 では隣接するニューロンが低周波動器して活動する。新生児では断続的に、つまり細かく中断を挟む形で1日あたり16時間の睡眠をとり、2歳児で9から12時間になり、成人は健康な人では一晩で6から9時間の睡眠を必要とする。パターンの推移としては、 入幼時期に短時間の睡眠を多数回取るというパターンで、成人になるにつれ一度にまとまった睡眠パターンへと推移していく。高齢になると、昼間に何度も居眠りし夜間は数時間しか眠らないというパターンになる。睡眠の深さも浅くなり、ノンレム睡眠が完全に消失していることもある。高齢者が睡眠不足や不眠で悩まされやすくなるのはこのためで、ある。 ただし、個人差があるため必ずしも全ての高齢者で睡眠が短くなっているわけではない。人間が加齢とともに、早寝早起きの就寝スタイルに移行するのは、外実リズムの位相の前進による影響という説がある。しかし、生物時計の研究では、生物時計を司る神経細胞は、加齢とともに減少系にあるものの、生物時計の外実周期は加齢による影響は、 ほとんど見られないという。竹村村生は、人間の就眠慣習が前進する理由として、本来、睡眠の外実リズムと、深部体温の外実リズムには一定の席があるが、昼夜変化や時刻といった、フリーランリズムに従う生活によって、生理的相関が失われ、加齢によって異想が前進しやすい、深部体温の外実リズムに従って就眠するようになる、と述べている。 覚醒を維持する神経伝達物質には、ノルアドレナリン、セロトニン、ヒスタミン、アセチルコリン、オレキシンなどがあるが、睡眠中はこれらの神経伝達物質を産生する神経細胞が抑制されていい。その抑制には、腹肺が足く前のに存在するキャバー作動性神経が関与しているとされる。アセチルコリン作動性神経の一部は、レム睡眠の生成にも関与している。 カルシウムイオンが細胞内に取り込まれることで脳が眠りにつくという。2018年6月13日、筑波大学の柳沢聖子教授らのチームの研究により、マウスの実験で脳内の80種類のタンパク質の働きが活性化することで眠気が誘発されることが発見されたとネイチャー、電子版発表された。同チームは、 タンパク質が睡眠を促すことで神経を休息させ、機能の回復につながるという見方を示し、睡眠障害の治療法開発につながる可能性を指摘した。人に必要な睡眠量には個体差があり、7から8時間の場合が多い。カリフォルニア大学サンディエゴ校のダニエル・クリップキラのスリープメディシン系サイロンや、名古屋大学医学部大学院。 玉越秋子の研究によば、1日の睡眠時間が7時間の人は他の人たちに比べて死亡リスクが低い。ただし、睡眠時間が短い人や長い人が睡眠時間を7時間にすれば死亡しにくくなるのかどうかは分かっていない。児童は成長のために1日より多くの睡眠時間を必要とする。新生児は1日18時間以上必要だが、 成長に従って減少していく。2015年初頭に全米睡眠財団は2年間の研究成果を以下に公表した。1900年頃まで人々の本来の睡眠サイクルは太陽が沈んでから4から5時間の睡眠をとり、日中に2度目の睡眠をとるのが一般的なリズムであった。20世紀になって作為的に行われるようになった制度。 8時間労働性の悪影響で不眠症が起きている面があると指摘している研究がある。睡眠が不足すると生命にとって大切ないわゆる免疫力、自然治癒力などに悪影響があり、成長ホルモンの分泌にも悪影響があり、乳幼児、幼児、青少年では体の成長にも悪影響があり、腸が伸びにくくなる。睡眠不足では、いや、 腸の調子が悪くなる人も多い。顔がむくみ、血色が悪くなり、人によっては、土系色つまり、死人のような顔色になり、皮膚の状態は目に見えて、悪くなる。また、睡眠不足は、暇を招きがちである。精神的には気分に悪影響がありうつ。あるいは、躁状態やうつ状態の不安定な変化になりがちで、不機嫌で、人間関係が悪くな。また、 脳の知的面での基本機能である、記憶力、集中力などに悪影響があり、結果として、学生では、学業、勉強の効果に、成人では、仕事の質に、深刻な悪影響を及ぼす。睡眠不足だと仕事のミスが増え、肉体労働などをしている人では深刻な負傷を負ったり、死亡事故に遭う、確率、労働災害発生率が増してしまうことが、 各種労働統計によっても明らかにされている。深い眠りに入っている状態を熟睡という。その状態はぐっすりとと表現される。医学的には、ノンでも睡眠のステージ3-4の除波睡眠を指し、新睡眠とも呼ばれる。脳機能の回復と記憶の再構成にはこの状態に入ることが重要とされている。若い成人の場合、男性に比べて、 女性の方が、ステージ3、4の除波睡眠の量が優位に多いが、レム睡眠の量は、総睡眠時間の30%と、男女とも差はない。中高年になると、男女ともに熟睡量は減少し、特に男性は睡眠中の覚醒反応が増え、ステージ4除波睡眠はほぼ、ゼロとなる。20歳代を除けば、総睡眠時間は、男性の方が長い傾向があり、高齢になると、 男性の方が昼寝する人の割合が高いことから、男性に比べて、女性の方が効率よく質の高い睡眠が取れていると言える。スペインをはじめとする地中海地方などにおいては、昼食の後に睡眠を含む人休みをする、五水、シエスタの風習がある。健康増進の効果がある。2000年代に入って米国などでも、ライフハック。 ハッカー文化の一端にある仕事術の延長で、短時間の昼寝が注目されている。昼寝をすることで、大切な頭脳の働きが良好になるとされており、頭脳労働に従事する人々、いわゆるホワイトカラーの間では、それが重視されている。その一方で、労働時間の増加により、地中海地方の国々においてもシゲスタを行わない、企業が増加しつつある。電車やバスで通勤。 通学をする者も,も多く、またこれらの交通機関においての治安も非常に良いため、その中で睡眠する者も,もいる。肉体労働の多い職種、いわゆるブルーカラーでは、昼休み時間の昼食の後、午後の作業再開までの間、15分から30分程度の短い睡眠をとる場合がある。短時間ではあるが、午前中に溜まった疲労から回復させ、注意力も回復する。 という重要な役割がある。昼寝を取るのと取らないのでは、午後の事故発生率が変わる。肉体労働の現場では眠気を催すことは、生命の危険に直結する。現場監督などは、現場で事故が起きないように注意を払う、役割、任務があるので、作業員の仮眠を奨励していることが多く、できるだけそっとしておいたり、睡眠できる環境を確保するのに協力することが、一般的である。 座ったままで眠ることは、居眠りと呼ばれる。授業中、仕事中、運転中など、眠ってはいけない場所、場合で無意識のうちに居眠りをしてしまう例もある。特に授業中や、仕事中の居眠りはやる気がないとみなされる場合もあり、前者の場合内進点に影響したり、後者の場合は解雇の対象ともなり得る。運転中に眠るという行為は、居眠り運転となり、事故につながる。 長距離輸送を行っているバスやトラックの運転手は、いかにして眠らないように、眠気が出ないように運転をするか、様々な工夫をしなければならない。とりわけ高速道路などの運転は単調になりがちで、居眠り運転が起きやすい。法律で連続的に運転できる時間に制限が定められており、長距離輸送では二名交代制にしていることも多い。運転席の後部に、 小さな睡眠用のベッドがしつらえてあって、体を伸ばして、車高カーテンで光を遮り睡眠が取りやすくなっている構造になっているトラックも多い。バスの運転手もトラック同様に様々な規制があり、2名が1チームを組み、片方のドライバーが運転している間、もう片方のドライバーは、バスの下にある睡眠用のスペース睡眠を取れるようになっていることが多い。近年では、 ドライバーが過酷な労働体制下で無理なローテーションで長時間の運転を連続的に行い居眠り運転をしてしまったり、また睡眠障害のドライバーが深刻な事故を起こし、社会問題にもなった。風呂に入浴中の居眠りは歴史の危険性がある。2001年2月に発表された NHK の調査によると、日本人の平均睡眠時間は平日で7時間26分。 土曜日で7時間41分、日曜日で8時間13分であった。2014年の調査では平均睡眠5時間44分と、世界最悪の水準まで短くなっている。無意識や文化的背景に影響される終身行動を、終身形態という観点で、文化人類学、教育社会学的に比較検証する研究もある。加齢していくとその度ごとに、 早寝早起きの習慣が身につくと一般に考えられている。しかし、本当に習慣であるのか、高齢者に多く見られる睡眠症全身症候群の症状であるのかは、容易には判断できない。また、宗教的影響として仏教思想と結びつけて、頭を北に、足を南に配置する形で寝ることは、北枕と呼ばれ、忌避されている。 日本でも昼寝の効用について研究が行われている。昼寝を行うことにより、事故の予防、仕事の効率アップ、自己評価のアップなどが期待されるため、職場、学校などで昼寝が最近、奨励されるようになった。また、昼寝により、脳が活発になるため、独創的なアイデアが浮かびやすい環境になるという。必要な睡眠時間は種ごとの体の大きさに依存する。 例えば小型の月子類では15時間から18時間、猫では12から13時間、犬では10時間、象では3から4時間、キリンではわずか20分から1時間である。これは大型動物ほど代謝率が低く、脳細胞の障害を修復する必要が少なくなるためとも考えられている。また小型の動物は他の動物に捕食者として狙われやすいので、 無防備になる睡眠時間は短い傾向がある。体育が同程度であれば、草食動物は睡眠時間は短く、肉食動物は長い傾向にある。草食動物は摂取する食料に不自由しない反面、食料は低カロリーであり、繊維質も多く、長時間食べること、消化することを余儀なくされるので、睡眠時間は短い。一方で、肉食動物は、 食物を得る機会は乏しく、一方で、食物は高カロリーであるため、一度食物を得た後はしばらく、食物を取る必要がない。そのため何もしない時間が多く、その間は睡眠によって消費カロリーを抑えていると考えられる。すべての陸性哺乳類にレム睡眠が見られるものの、レム睡眠時間の種差しは、体の大きさとは無関係である。 例えば、カモノハシは9時間の睡眠時間のうち、レム睡眠が8時間を占める。イルカは、レム睡眠をほとんど必要としない。脊椎動物以外の動物、例えば節足動物にも睡眠に類似した状態がある。神経伝達物質の時間変化を観察すると、レム睡眠と似た状態になっているらしい。人と異なり、生物の中には、 長い期間覚醒しない種もある。これは冬眠と呼ばれる。冬眠する生物の例として、クマ、リス、カエルなどが挙げられる。睡眠の際の姿勢も生物によって異なる。魚は単に水中を漂う形で、睡眠状態に入る。フラミンゴは片足で立ったまま眠るとされる。またイルカは数秒程度の半球睡眠。 大脳半球術痛候に眠ることを繰り返して取るため、眠りながら泳ぎ続けることが可能である。半球睡眠は、人間では、脳障害などの病気や薬の重篤な副作用以外では、脳の構造上、不可能と言われている。猫は丸くなって寝ているという印象が多いが、これは身を守ろうとしているか寒い時の状態で、飼い猫などは、ほぼ確実に攻撃を受けないと確信した。 リラックス状態や暑さで体の熱を逃がすために仰向けで寝ることもある。この例は猫だけに限った事例ではなく犬も当然行い特に体毛が多く気候や気温が安定しない場所で生活する動物は行う。脳の覚醒は脳内のヒスタミンによりもたらされており脳内のヒスタミンを妨害することで脳は睡眠へと導かれる。 脳内のヒスタミンを妨害する物質には ATP 代謝物のアデノシンがある。抗ヒスタミン剤の成分の一部にも脳内のヒスタミンの妨害を行い眠気を誘発するものがある。また、は、脳内のアデノシンを増やし眠気を誘発する。睡眠誘発物質のアデノシンはアデノシンデアミナーゼにより代謝されることでイノシンとなるが脳脊髄中のイノシンの量は 不眠バイオマーカーの一つとされる。またアデノシンは、アデノシンキナーゼにより、アデノシン酸リン酸からリン酸を一つもらい受け、アデニル酸へと戻るが、ATP の生成を補助する、物質コエンザイム9 0摂取は俗に悪夢を増やすと、言われている。また、ショートスリーパーは、DEG2 遺伝子の変異が関係するとされるが、DEG2 遺伝子は、 ATP 消費による脂質形成を抑制するとされる。DEG には低酸素状態でも発現するとされる。ビタミン B 群も睡眠に影響を与えるとされる。ゴーアデレード大学の実験によれば、ビタミン B6 の摂取は夢の覚えている量を増やす一方、ビタミン B6 を含むビタミン B 複合体の摂取は夢の覚えているを増やさない上に、 睡眠の質を下げる効果があるという結果が出ている。その他、脳内のシナプスタンパク質のリン酸化の進行が眠気に関係するという説が存在する。また、ペンシルベニア大学の研究によれば、睡眠不足になると脂質代謝の変化も起こるとされる。古代中国で死肪を枕に眠る、不意の夢の中で死に至った原因の啓示を仰いでいた。 古代エジプトでは、と呼ばれる、イカミ・イムホテプの神殿があり、病気の治療、催眠や夢占いなどの儀式を行った。これらの寺院は、中東、古代ギリシアにも存在した。イムホテプと同一視された、イカミ・アスクレーピオスの神殿、アスクレペオン、などにおいては仮眠室が作られ、病気の転機を願い神官が、積極的に仮眠をとっていた。この儀式はと呼ばれている、 眠ったら何年も経ってしまったという作品は、リップ版ウィンクル、エピメニです。眠れる森の美女など数多い。ちなみに、三年寝太郎は寝てたのではなく、試策にふけていたので蒸気のパターンとは異なる。眠りと死を絡める神話や文学が多く見られる。しばしば死は睡眠に例えられる。死を睡眠になぞらえた例には次のようなものがある。これは、亡くなった状態を、 遺族や悲しむ人々や死者本人に気を使う意味で、使われる。また、寝る、眠るという語を含むことわざとして、次のようなものがある。主に、辛抱強いや、気長、寝ているようにおとなしい状態を意味する。5. おさむき。